ばんは、たべけんです。突然ですけども、まあ、今日は4月9日、突然一人喋りのラジオを撮りたくなって、車の中で少し車を走らせながら録音しております。ちょっとね、なんかこういろんな、なんかこうね、友達とラジオとか撮りたかったんですけど、なんかね、こう一人で喋るとちょっと話題がね、なかなかこうないんですけど、頑張ってこう喋っていこうかなと思います。最近ツイッターで見た話題とか音楽の話とかを思い出しながらね、なんかこう話を広げていければなと思っております。ですね、最近どうですか、皆さんこう何聴いてますかね、音楽は。僕はあんまり、まあ、相変わらず新しいのは聴いてないんですけど、まあ、アルバムリーフっていうエレクトロニカユニットみたいな人も通勤の時によく聴いたりですね、あとボンイベールのセカンド、これはリアルタイムで買ったんですけど、その時はまあその時も聴いてて、まあいいなと思ってたんですけど、最近はずっと本当にボンイベール、そうですね、ボンイベールのセカンドばっかり聴いてて、いやようやく良さが分かるというか、当時はもうちょっとシンガーソングライターみたいな、もうちょっとまあ言うなればエリオット・スミスみたいな人なのかなと勝手に思ってて、全然違うじゃんってなって、そのまあなんかあんまり聞いてはいたけど、そんなになんかものすごいハマってはいなかったんですけど、いいですね。なんかファーストの方が好きなイメージが、なんかもうちょっとフォーキーな感じで好きなイメージがあったんですけど、これはもうちょっとね、サード以降というか最近のやつも聞かないとなと思っているところでありますね。アルバムリーフとかもやっぱりこう全然、そのアルバムリーフとかムームとか、まあマイスパレードとかってこう、あの辺のポストロックは流行ったじゃないですか。まあボイビルとはちょっと話が違うけど、流行ったっていうか、なんかポストロック残響系とかが流行って、ポストロックコーナーとかがツタヤにできたのが僕の大学の時ぐらいにあって、そういうのがあって、なんかそういうのももう十何年前のサウンドなわけで、でもなんか 今ようやくこうしっくりきてるみたいな、やっぱりこう10年ぐらい、10年じゃないのか、10何年も、20年とまでいかないけど、僕は音楽こう好きになるのが遅かったんで、20年ロックファンやってるわけでもないような気がしますけど、そうですね、10何年ロック、いわゆるロックミュージックみたいなのを聴いてみきて、なんかようやく分かることというのがありますね。ようやくしっくりくるなっていう音楽が、まあ、アルバムリーフなんか完全にそれ、まあ、ドハマりしてるっていう感じですね。まあ、エレクトロニカみたいな人ですよね、ポストロックっていうか、それを聴きやすくて、木下力が昔聴きやすいって言ってたけど、わあそういうことかみたいな、歌が入ってる曲もちょっとあるんですけど、8割ぐらいインストで、もともと多分なんかパンクとかハードコアとかやってた人のソロプロジェクトなんじゃないかなと思うんですけど、まあまあまあ、どうですか皆さん、最近は、最近はレディオヘッドとか聞いてますけど、レディオヘッドはファーストとサードの OK コンピューターの2枚をよく聞いてます。話をすると、レディオヘッド、そうですね、最近になってインデインボーズの良さが分かったみたいな、いやなんか最初の2曲がすごく昔から好きだったけど、なんかあとはなんかあんまりって思ってたんですけど、てかレディオヘッドのインデインボーズよりも
なんかインレインボーズが評価が異様に高くて、まあ、いわゆるそのキット A 以降アルバムだと高くて、その1個前のヘイルトゥーザーシーフがなんかちょっと停滞作みたいな、音楽的には停滞作みたいなことを言われてるのが、僕はもうツイッター始めた頃から結構えっていうちょっとよくわかんないそれはって思ってるんですけど、まあ、インレインボーズはやっぱこううまくまとまってるというか、短めアルバム、トータル時間も短めで、そういうところがいいんだろうなっていう、やっぱ完成形一つ、ちょっとキット A 以降のレディオヘッドの一つの完成形みたいなことなんだろうなとは思いますね。ヘイルトゥーザシーフはよく長いって言われるけど、そんなあれでも57分とかだったから、まあ、普通にレディオ、そのレディオヘッドっていうか普通のロックバンドの当時のアルバムの長さとしては別にそんな長いとも言えないし、まあ、レッドヘッドのアルバムの中では長いのかもしれないけど、まあ、あんまりヘイル・トゥ・ザ・シーフ聞かないけど、でもそんなに結構どっちかっちゅうと好きな方のアルバムですけどね。最近はファーストがすごいいいんですよ。ファーストとサードを聴いてるんですけど、時が経つの早くて、なんかこの間久しぶりに OK コンピューター聞いたけど、本当に久しぶりに聞いたけどみたいな、まあベンズはなんかよく聞いてて、久しぶりに聞いたけどむちゃくちゃいいな、めっちゃかっけえなみたいなことを思ったのが、ちょうどなんか雪が溶ける頃だったなと思って、っていうことはその1年前だったっていう、ちょうどそのなんか僕はライブをやる時期になったんですけど、久しぶりにハッピーバレーライシャワーでライブやるみたいな時で、雪が溶けてきてあったかい時期だ、あったくなってきた時期みたいな時には OK コンピューター聞いてたなって思い出が最近それを思い出して、でもそれすげえ最近のイメージがあったけど、ちょうど1年前だったっていうので、もう本当にもう時の経つスピードがもうやばいっていう、いや僕はレディオヘッド そのライブのセットリストとかよく全然知らないんですけど、多分ラーギーって曲以外ほとんどやらない、ファーストからほとんどやらないみたいな話を聞いてまして、でも結構ベンズに入ってる曲はやるんですよね。いやわかんないけど多分でなんか結構初期の、まあ言うなりゃこうもうファーストとセカンドは黒歴史みたいになってるのかなと思ってたんですけど、意外とファーストは黒歴史だけどセカンドはよくやるみたいな、割とやる、セカンドの曲は割とやるみたいな感じなのかな、いやよくわかんないんですけど、で思いって聞くと確かにセカンドは、まあ、リズムとかはやっぱり全然ギターロックバンドのリズム、そのドラムっていうか、まあ、キッド A 以降のあのリズムのドラムっていうんですか、あのリズムの感じっていうのかわかんないけど全然違うんで、まあ、割とこう保守的なオーソドックスなギターバンドのドラムじゃないですか、まあ、ギリギリ OK コンピューターくらいまでは。でなんだけど、でもなんかこう節々の暗さとか、まあ、ベンズの最後の本一番最後に入ってる曲とかもそうですけど、節々の感じとかは今のレディオヘッドにも全然通じるメロディーの感じとかあって、やっぱりファーストアルバムだけやっぱりちょっと、ちょっと断絶してんのかなっていう気にも最近なりましたけど、僕ブラーのファーストも結構音っていうか、なんかなんとなく好きなんですけど、まあ、ブラーも別に他のアルバムにブリッドポップの時期も全然好きだけど、まあ、ファーストの再建の感じが結構いいなと思ってて、まあ、ブラーもファーストアルバムは多分The Eyes No Other Way 以外は多分まあ多分ですけど、 The Eyes No Other Way はライブでやってるっぽいけど、それ以外は多分黒歴史ってかあんま気に入ってないみたいな、まあちょっとね流行りの、まあレ
レーヘッドもそうですけど、当時のまあ革新的なところがないっていうか、当時の割とこうブームとか当時の流行りのサウンドの中で出されたみたいな感じなんですけど、でもなんか一番好きだなみたいな、レッドヘッドのファーストも今聞き直すともうなんかすげえすこれじゃんみたいな、どうせ俺らがね、俺みたいな、なんか俺らみたいなこうちょっと暗いギターロックとかが好きな人これじゃんみたいな、これをやるべきではみたいな気持ちが、グランドファーストのなんかそんな意味気持ちになる、なりますよっていう、まあ全然何の新しさもない話をしてるんですけど、そうです。で、そのさ、で、またこれもちょっと関係ないですけど、最近あのコールドプレイのあのビバラなビバみたいなのがあるじゃないですか。あの美しき生命に入ってるやつ。あれをツイッターであの多分イギリスロンドンかな。ロンドンのなんかまあ子供2人がバイオリンで弾く動画があって、まあやっぱコロナでその外に出れないから。室内で、まあ、家の中で音楽を楽しもうみたいな感じで弾いてる動画があってかなり感動したんですけど、その曲の良さに、そのバイオリンって弾くことによってなんかすげえなんかこれまあなんか昔その中世とかわかんないけど昔作曲された名曲なんじゃないかみたいな、そのクラシカルな感じが出てて、あ、コールドプレイはそういうことをイメージしてあのアルバムを作ったのかというか、あの曲を作ったのかと思って、あ、そういうことみたいな、そういうクラシカルな、もう言うなればそのタイムレスな名曲みたいなのを意識して、まああれじゃないですか、あのアルバムのジャケットもレンブラントのあれじゃないですか、レンブラントでいいのかな、レンブラントだよね、確かに違ったっけ、名前が出てこない、あのおーやべ、ジャンヌ・ダルクが革命をみたいなジャケットの絵がまあまあまあ使われてるじゃないですか、そういう中世的な、中世じゃねえかな、そういうイメージを、まあ、中世じゃないけどああいうこうクラシカルなイメージ作ったんだと思って、すげえなって思って原曲を聴いたんですよ。あのちゃんとコールドプレイの DV を見たらやっぱダサかったっていう、いやまあこれ好きな人には悪いんですけど、ダサいっていうか、なー、まあ、俺ちなみにあのアルバム美しき生命出た時普通に大学生でだったけど、なんかなんかだなんだろうな、やっぱクリス・マイティンが歌うとダサいのかな、なんか別にそんなにああっていう、そんなでもそんなことを思って、別にまあコールドプレイ、まあコールドプレイが EDM をやった時はさすがに殺意が湧きましたけど、 EDM が嫌いなので僕はあの、まあコールドプレイってバンド自体にそんなになんかそんなはディスする気もないというか、もうこれあのパラシュートってファーストアルバムはすごくいいアルバムだと思ってるし、ファーストとセカンドを聴いてるんで、あと何だったかな、その結構ちょいちょい YouTube とかでその後の何だろうな、美しき生命の後の曲とかは、まあ、Twitter やり始めた時ぐらいはちょっと聞いて、まあね、コールドプレイ新しいアルバム出たのかぐらいで思うじゃないですか、で YouTube でちょっとリード曲ぐらい聴くかみたいな、その印象とかすごい良くて、結構まあ売れ線なんだけど大衆的なバンドなんだけど、こう割とこうね、あれじゃない、あの、あ、名前出てこない、前ブライアン・イーノとかをとタッグ組んだりとかやるじゃないですか、まあ U2 なんだけどさっていう、結構か前進的な割とこうアルバムで変化を恐れないバンドってイメージもあったから、そんなに悪いイメージがなくて、まあ、そんないいイメージもないけど悪いイメージもないから、まあ、この間聴いてないアルバム全部借りてきたんですよ、スタイル、いやまだ返してない、まだ返してないっていうか全部聴いてない、でもなんか美しき生命だけ聴いたんですけど、アルバムそんなに、いやなんか難しいですね、ああいうこうまだそのパラシュートっていうアルバム、
ファーストアルバムの頃は、まあ、そのポストレディオヘッドっていうか、まあ、なんだろうな、ポストフェイクプラスティックツリーみたいな、まあ、こうもう凍えながらめっちゃいい歌歌うよみたいな、そういう繊細なバンドとして、まあ、非常にいいじゃんっていう、イエロー名曲じゃんみたいなところもあるんですけど、それがやっぱもうちょっとスタジアム化していく中で、多分 X&Y だっけ、あれがあれなんでしょうね、スタジアムロック化した一番こうアルバムなんでしょうか、分かんないんですけど、だからなんかそのスタジアム感とさっき言ったその中性感みたいなのと、なんかちょっとよく分かんなかったな、めっちゃ難しいなと思いながら聞いてましたね、美しき生命借りてきて。もしかしたらその後のなんだっけ、結構アルバムとかゴーストストーリーズとかの方が好きかもしれない、まだ聞いてちゃんと聞いてないけどと思いました。まあコールドプレイとかレディオヘッドとかの話をすると、まあやっぱトラビスの話をしたくなるんですけど、トラビス皆さん聞いてますか？トラビス、これを聞いてるリスナーの人、まあ、何人いるか知りませんけど、もしトラビスっていうバンドを聞いたことがないという人がいるなら、ぜひぜひ適当に聞いてください。トラビスはね、結構みんな聞いた、なんか結構みんなね、あートラビスねみたいな話になるんですよね。まあ、俺結構その中学校の時のまあ友達、今までのまあずっと仲いい友達が結構トラビス好きで、まあ、俺も聞いてたし、まあでもね、オアシスとコールド、初期コールドプレイのいいとこ取りみたいな、コールドプレイじゃねえや、あのなんだろう、そのフェイクポストフェイクプラスティックツリー的なノリで、でもオアシスのワンダーウォール のコードとかパクってたりして、まあでもちょっとフォークっていうかトラットみたいな感じもして、まあとにかくいい曲しかねえみたいな、いい曲しか歌わねえみたいなバンドなんですけど、まあタナソーはその多分トラビスのことが嫌いで嫌いでっていうか、いや俺別に嫌いじゃないよとか言ってたけど、あのいいじゃん英国の徳永英明って言ってましたけど、めっちゃ悪口かと思って、まあ田中総一郎というあの、まあ、僕がかつてすごく好きだった音楽評論家さんは、あのレディオヘッドみたいな革新的なバンドがすごく好きで、その後のなんかこうそれをすごく大衆的にしたバンドっていうのはあんま好きじゃないっていう、まあ、有名な話なんですけど、トラビスとかをよく、トラビスコールドプレイあたりをよく叩いてて叩いててというか、まあ、あの辺はあの UK 叙情派とか言われてましたよね当時、確か多分スノーパトロールとかもそういう流れで出てきたんじゃないかと思うんですけどね。なんかスノーパトロールってファーストアルバムの時、アートスクールのその木下さんとか戸高さんとかがめちゃくちゃ褒めてて、デスキャブみたいななんかフィーリングがあってすっげー好きとか言ってたんだけど、でうわそうなのかと思ってて、なんかで新作が出たんですよ僕大学の頃に、でそれ買ったんですよね。そしたらもうスタジアムロックみたいになってて、あ全然よくねえと、全然好きじゃないと思って、いまだに聞いてないですね。なんか、アイズオープンみたいなアルバムだった。アルバムタイトルだったけど、オープンアイズかわかんない、アイズオープンだかわかんないけど、もうすげえスタジアムロック嫌いみたいな人になってんだ、俺。いや、でもなんか、どうなんでしょうね。いや、難しいところはあるんですけど、いや、でもスタジアムロック好きなのかみたいな感じもしますけどね。キラーズ、さっきも話題になってましたけど、キラーズが新作を出すって言って、キラーズに関してはキュアみたいってい もうバカ丸出しだね。あとなんかアメリカのちょっとエモ、モダンなエモにぐらい切迫するくらいのキャッチーさもあっていいじゃんっていう感じですね。キラーズは割と嫌いじゃない買った昔から、サムズタウンってアルバムとかセカンドですね。いやでもこの間サムズタウン聞き直したらちょっと暑苦しいなと思ってちょっと疲れちゃうって、なんか壮大で疲れちゃうって思っちゃいました。やっぱりあれか、壮大のスタジアムロック好きじゃないのかな。そんなでもキラーズはいいじゃないですか全然。いやなんかどっちなんだ感がいいんでしょうねあれね、インディーっぽいけどスタジアムみたいな、まあキュアとかもまあそうっちゃそうなんだけど、
キュアとかニューオーダーとか好きなんだろうけど、この人たちは結構そう、なんかスタジアム的な、なんかそう、なんかアメリカのバンドだっていうのを僕はすごい分かる。なんかイギリス人が好きそうだけど、アメリカのバンドって言われて全然納得がいくせん感じしますよね。まあミスターブライトサイド皆さん聞いてください。聞いてない人はかっこいい曲。まあ、ロックが本当に、なんかこうサウンドプロダクションの話とか俺あんま分かんないですけど、なんかそのね、今なんかロックバンドっぽくない音っていうか、ロックバンドのそのベテランだったり、もうキャリアがある程度あるバンドがこう人たちがロックに属する人たちがこう、まあ時代の音を取り入れるったらあれですけど、そういう時期に突入しているというか、まあロックバンド自体が売れてないからしゃあないっていう、なんか僕は結構80年代っぽい現象なのかなっていう、なんか勝手に思ってて、80年代ってこうドラムを、絶対ドラムを普通に叩いたらこんな音でならんだろうっていう音で鳴ってて、普通にギターにこうアンプに挿して鳴らしてもそんな音にならんだろうっていう、まあ、そういうそのいわゆる装飾が多いエフェクティブっていうかエフェクター的な、まあ、リバーブが多いとか、もうギター絶対コーラスかかってるとか、まあいいんだけど俺コーラスも好きだからいいんだけど、まあ、そういうまあそのまあ生々しくないというかプラスチックな音っていうか、まあディスコとかも流行ってたし、そういう時代じゃないですか。全部ハードロックバンドは全部シンセ入ってて、全部なんかもう絶対ドラム、こんなドラム普通に叩いてもこんな音ならんやろみたいな音で全部撮ってるみたいな、まあ、それはそれでその80年代の音のまあその特徴であり、まあ今聞くと古臭いなって思うところでもありながら、やっぱそれがすごく魅力だったりするわけで、まあ、そういう80年代っぽいなんかこうプラスチックな作り物っぽい感じっていうのはまあいいよいいよね。俺が大学時代もまあもしくは今に至ってもまあリバイバルされたりして、まあ現代風にこう解釈されて、まあこうね今でもあるわけですけど、なんかでもそういう時代っぽいなっていう。俺なんかブリンク100ブリンク182っていう、まあポップパンクおバカ、まあ当時はおバカメロコアみたいなことやってたバンドの、なんか最近の曲とかも聞くとそんな感じが、まああの人たちはね、あの人たちはキュアとか好きだし、80年代のそういう感じとかも好きだから、もともとそういうアルバム出してたからなんか違和感は全然なかったんですけど、なるほどなっていう、なんだろうね、今もそうじゃないかな、スネアが絶対ハンドクラップみたいなヒップホップの、なんかスネアドラム普通のドラムセットじゃないんで、まあヒップホップってそういうもんなんだろうけど、でそういうのはもうロックに、あ、まああんまちょっと詳しくないから何も言えんけど、まあなんかなんとなくわかるじゃないですか、あのでも今の流行りの音みたいな全然嫌いじゃないんだけど、全然おしゃれでかっけえなと思うけど、だからそのなんて21パイロットとか言うじゃないですか、なんかロックバンドだけど、もうちょっと聞いたんですよ、なんかすげえ売れてるっていうから、ちょっと聞いてくとやっぱりこう、ああまあでそんな悪くないけどね、全然悪くないけど、いやでもある意味だから現代のジャーニーみたいなもんなんじゃないのかなとか